どうも、ケイスケです。今日はですね、またちょっと普段とは違った動画ということで、写真家のね、西田渉さんと一緒に、まあ、同じこう DJ のね、ユニットの女の子たちを撮るという企画をやっていきたいと思います。で、一応の西田渉さんがね、あっちに、はい、今打ち合わせ中でございます。あ、ありがとうございます。ちょっと作りっぽかったっすね。そう、作りは、いや、何も言ってはないですけどね。そうだね、ところ、はい、で、今日はその西田さんが、写真をで、僕が動画をって形で、撮影の裏側をご紹介していければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、後ほどちょっとゲストのお二人、今日撮影する被写体のお二人にも出演していただきましょう。ということで、スタート。OK です。じゃあ、よいしょ。はい、ということで、もうレックしてあるんで、もうすでにレックしてあるんで、僕はオフも映していくんで、もう、はい、ということで、今日はですね、ゲストのお二人を、ご用意しましたという件ですね。ご紹介します。で、自己紹介を。はい、DJ パンキスと申します。どうも、DJ ふみの八号ことふみです。よろしくお願いします。お願いします。いや、めちゃくちゃね、挨拶がちゃんと固まってるっていうね。で、お二人は YouTube を二人でされてるって感じなんですよね。そうです。はい、スラッカープラムという名前で二人で活動していて、お互いの好きな曲っていうのをどん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 紹介していくっていう場面に合わせた曲を紹介してます。はいはい、はい、ありがとうございます。そう、まあ、そのね、お二人の YouTube の、チャンネルも概要欄に貼っておくので、まあ、ただ二人は普段はこうなんか別々で DJ やられたりしてるんですよね。と、私は今 DJ 活動は R&B を中心に、はい、ラウンジ DJ だったりとか、いや、バーだったりレストランとかで、またちょうどクラブだったりとかで回させていただいてる DJ をやってます。はい、ありがとうございます。はい、私はもともとオールジャンル出身なんですけど、今はハウスを中心に DJ をさせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、という、まあ、お二人なんで、今日はまあ別々に撮りつつ、最後なんとかこうガッチャンコできるような動画も一個作れたなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、頑張って撮影していきましょう。イエーイ。このテンションなんだ。ということで、まずは構成から。ざっくりと考えてきた構成をもとに、撮影の流れなどを共有します。今回は DJ さんが相手ということで、曲選びも慎重に行いました。お二人に合う曲を事前に 4,5 曲選んだ上で、当日最終決定をしました。一旦なんか、はい、緊張ほぐしたいんですよ。今動画始めてもめっちゃ緊張した顔が撮れるんで、ちょっとほぐしのために一回なんか自分の好きな曲をプレイしてもらって、で、僕もそのどんな写真撮れるか、どんな動画撮れるかなっていうのを確認したいんで、何曲ぐらい、何分ぐらい、まあ1、2曲、5分くらい、5分ぐらい、はい。で、マスクだけ外してもらってもいいですか。ちょっと口紅していいですか。あ、いいっすよ。ケイスケさん、唐突なそういうのありますよね。ある。とりあえず今はモデルさん今日初なんですよ。初なんで、モデルさんをもうそのまま多分動画撮影し始めると、多分なんかちょっと緊張というか、あんまりいい絵が撮れないんじゃないかなと思ったんで、一旦、まあ、スチールとかでポーズ確認もしつつ、緊張ほぐしていきたいと思います。先ほど共有した構成をベースに、どういう風に演技してほしいかを伝えます。どのタイミングで何するというのもしっかりと伝えることが大事ですね。3、2、1、どうぞ。バッチリ。今回は30秒程度のイメージムービーなので、冒頭10秒、15秒の構成は作り込んで、その後はフリーアクトという形で撮影しました。あらかじめこれは絶対に撮るというカメラワークや構図などはストックした上で、
当日アドリブでもカットを追加していきます。めちゃくちゃ映えるっすね。あの DJ ブースの下のカットとか、あとやっぱ動きが入ると一気にやっぱりあっちのブースとかは使いやすくなるんで、なるほど、逆に静止がめっちゃ難しいわけがします。結局ね、 DJ の撮影でスチールとかでできることっていうのはスローシャッターとストロボを一発入れて地明かり を取り込むスローシャッターでギュインと曲げるとか、なるほどなるほどなるほど、そういうことが大体 DJ になるとそれが限界かなっていうのがあるんですよ。なんでやっぱムービーとかになるといろんなこのスイッチングとか、多分きっといろんなアクションが起こせるんだろうなと思ってて、結構期待しますよ。緊張するめちゃめちゃ。じゃあ引き続きお互いチェンジしてっていうかね、そうですね、被写体の方を変えて撮影していくっていうことでね、了解。そうですね、と完全に暗くなる前にフーミンさんの外カットちょっと撮りたいな。るほど、全然全然僕休憩しても全然いいから。あ、本当ですか。なんでお任せします。もうちょい借りようかな。全然もうちょい大丈夫です。難しいね、カメラワーク。空が入る前に行ったら、こういう感じでヘッドホンしてもらって、そこへ。まあ、3、2、1。まさかの。OK です。めちゃくちゃいい気がする。ケイスケの動画。じゃあ、今撮ってる？撮ってます。あ、じゃあとりあえず今フーミンさんが撮れたんで、次ポンキさんに移りたいと思います。ポン吉さんの撮影は最初から屋内で、大人っぽいしっとりとした感じを冒頭で演出したかったので、一つ一つの動きを何カットにも分けて撮影をしてみました。いきます。3、2、1。もう一回いいですか。はい、いきます。3、2、1。OK です。はい、3、2、1。 OK です。はい、 OK です。いきます。3、2、1。どうぞ。今回は寄りのカットを入れたかったんで、ここにクローズアップフィルターっていうのをつけてみました。これ知ってる？いや、知らないです。これね、レンズの虫眼鏡なんですよ。これここにつけるとシンプルにマクロ撮影ができます。そのフィルターつけるだけでできるの？そう、めっちゃ便利じゃん。そう、めちゃくちゃ便利これあの、だから正直マクロレンズとか旅行で持ってくると1本追加になるんだけど、はいはい、そういうのじゃなくもうこれだけでマクロになるんで、はい、素晴らしい。ただこのフィルターの、まあ、デメリットみたいな部分なんだけど、あのこっからここまでしかピント合わなくなる、うん、だからこれ以上先はピント合わない。本当に虫眼鏡です。
めちゃくちゃ湧くじゃないですか中で全然違うんですか全然違う見えますかね、ちょっとうっすらとこの、光が回っている感じ、これを利用しつつ映しながらスローシャッターでね、ちょっとストロボとぶれるような雰囲気を作っています。おお、わかる。なのでここのポージングが肝になるかなと思ってて、人見ながら、そう。そこでこうスッと横に動く感じ。それ戻って、はい。はい、はい、レックしました。おはようございます。はい、ということで撮影、まあ、ほぼ終わりました。ほぼはい、終わりました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。西田さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですね。いや、楽しかったっす、うん、ちょっと西田さんにちょっとざっくり感想を聞きたいんですけど、うん、どうでした？いや、これは本当に新しい試みだと思ってて、はいはいはい、今までは YouTube っていうのは個人個人がね、コラボレーションしてもただ喋るだけとかだったものが多かったんですけど、うん、同じね、あのアーティストを、はいはいはい、それぞれムービーのグラフ、ムービーグラファーとビデオグラファーとあのフォトグラファーが撮るっていう新たな試みのコラボレーションっていうのは非常に僕楽しかったですね。ワクワクします。はいはい、ああ嬉しいですね。はい、まあ、僕はちょっと誘っていただいたんで、本当に今回とんでもないことで、ありがとうございます。ご参加いただきまして。で、お二人はどうでした？あんまりこう被写体みたいなやられたりはします？あー、初めて。こういうなんか本格的なやつは初めてです。おー、なんか、はいはい、趣味で撮られるぐらいで、こんなのかっこいいなんか機材たちに囲まれてすごい楽しかったです。よかったです。緊張しました？いや、私はもうそもそも撮られることあんまりないので、はいはいはい、すごく緊張しました。DJ をするときでさえも緊張するんでそれ以上に緊張しました。いや、でも、はい、西田さんの作例とかもめちゃくちゃ表情を出してたんで、いや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 、楽しかったですね、本当に、ね、本当ありがとうございます、うん、ワクワクします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ西田さんのチャンネルの方で、うん、また西田さんの撮影の様子、写真どんな感じでできたのみたいなところとかも見れるようになってますんで、ぜひ概要欄の方から西田さんのチャンネルも見ていただいて、あとね、お二人のチャンネルの方も概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてくれると嬉しいと思います。はい、
はい、ということで、今回の動画はこの辺にしたいですが、大丈夫でしょうか、言い残すことはありませんか、大丈夫です、はい、大丈夫です。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとね、全員の SNS ありますので、フォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございます。どうもシュッ、 OK です。はい、もう顔が飛んでないね結構飛んでる、飛んでるね、ちゃんと。おぉ、あ、めちゃめちゃ、それいい、それいい、めちゃめちゃ、それいい、それいい、俺邪魔になってる、めちゃめちゃ邪魔、めちゃめちゃ邪魔。